日後の小下げは、江戸時代のただ高美団、仇討ちである。実録として伝えられるところによれば、遠方年間、晩秋立つのは木坂藩の老人である、向井善九郎が、日後熊本の細川家の家来である、八坂源氏表への錆付きの手裏剣の肘を得るために、九兵となお、改めて造り取りとなって、積み込んだが、ただものではないと見破られ、殺されかけたが、危うく逃れ、 林家の目付である松山秀幸信のもとに奉公した。松山は駒平が武芸の達人であることを知り、息子の秀太郎に駒平に剣術、馬術を学ばせた。ある時、八坂の庭から出ている柿の枝が馬に切っている秀太郎の頭に触れて邪魔であるので駒平がこれを切り払った。このことから駒平は八坂のために長着などされて、 大いに侮辱された。駒平はこの仕打ちに腹を立て、とうとう、向井善九郎という武士に帰って、八坂に決闘を申し込んだ。これを知った、細川の中郎である、中川つ之助は、駒平実は、善九郎に対する行為から、わざと仲間不情が、当家の指南役である八坂に決闘を申し込む、などということは、身の程知らずな、不定な振る舞いであるとして、 焼きすぎの庭下で駒平を撃って、地軸を与えた。駒平は、中川に対する遺恨、骨髄に徹し、地染めの駒下を海中に、肥ご熊本を立ち去り、山城は渡口の竹内加賀之助という憲法の達人のもとに行き、より一層の修練に励む。ある時、松山秀之進が、八坂のために殺されたと聞き、その子である秀太郎の仇討ちの助立ちをすることになり、 やがて中川に仕返ししたが、中川の自分の生命を救うために地獄を与えた行為が分かり、ここに義兄邸のちぎりを結ぶ。こうして敵の行方を探し求めて苦労した挙句、天南2年9月13日、伏見桃山において、秀太郎に加勢して、守備よく本望を遂げさせたという。竹芝玄蔵によって、歌舞伎、新規作品をぼくりに脚色された。映画化もされた。 ありがとうございます。